ではアビー編の、シアトル2日目ですね。さて、なんだっけ、ヤーラと、ダメだ、名前忘れちゃう。なんかちょっと兄弟っぽい2人ね。あの2人を、探しに行こうとしてるんですね、アビーは。で、まあ、前回来た道を戻る感じになるのかな。これ多分落ちたら死ぬか。普通に高えわ。落ちませんように、この感じだと多分落ちたら死ぬな。で、向こう着くまでになんか回収できるものってあったりしないかな。まあないか、一回通った道だもんな。回収漏れがあったら、残ってるかもしれんけど、意外としっかり回ってたから、多分残ってはいないんじゃないかな。で、問題は、まあ、距離的にはそんなに遠くはないんだけれども、割とすぐ近くか。いや、普通にいるじゃねえかよ、敵。ああ、裏切り者だまだ生きから、てはいそう。探してんのか。セラファイトのやつら。てか、今あんまりさ、武器がないんだよ。どうしよう。それ。見つかりそうかな。あ、いるな、普通に、あそこに。どうしたもんか。いや、視界に入るな、これ。いや、きついな。上登っちゃったけど。なんか、なんとなく。全部片付けるの結構骨だな。どうすっかな。うわ、なんか。やばい、いるよ。ちょっと待って。あそこにもう一人いるな。いや、きついな。いや、しかもさ、あれ、ないよな。上から降りてきたか気らのせいさ、か。開けなきゃいけないじゃん。いや、なんか思わずレンガだけ使っちゃったけど、なんか何の役にも立ってねえ。まあ、やれるとしたらこれぐらいか。一発でやれなかった。集まってきちゃ、あ、やばい。来ちゃったー。どうしよう、もう特攻するしかねえな、ここは。よし。あー、これはまずい。まずいっすよ。あっぷね。あー、でもダメだ。ダメだ。これはダメだ。もうダメだ。やばい。ちょっとダメだ、これ。これダメっすよ。待って、もう一方向にさ、集める感じにしよう。こうなったら。くそ。あいつ銃は持ってねえんだな。奴を逃がすなよ。よし。ああ、でも。決定打にかける。ああ、ちょっと待って、どこやってる、どこやってる。ダメだ。これはダメだ。やばい。いや、これむずいぞ。どうやったらよかった？こっからか。いやー、これはきつい。ろくに武器残ってねえんだよ。あの屈強なやつを仕留めるか。ちょっ、これで死なないの、あいつ。やっと死んだ。くそ。うわ。
いや待ってよ、ほら防がれちゃうのよ。いやこいつ一人だけでも、いやダメだこれ、こんなの突破できる気がしない。なんで死なねえんだこれで。いやおかしいだろ、なんでこれで死なないの。うわ、できた、屈強すぎるあいつ。うわ、いやちょっと待ってよ、いやーちょっとこれ、いやーちょっと無理がある、ダメだ。いやじゃあどうしたらいいんだよこれ、方法ねえじゃん。いやいやいや無理無理無理こんな。なんでこれで殺せないの。死ねえよ、なんで死なないんだよ。やっと死んだ。うわーもう全然突破できないじゃんこれじゃあ。一旦降りて、やばい場所が分かんない、どこだ。いやー向こうからも来たし、ちょっと待って、どっかどっか身を隠せる場所、やつを何人か潰したけど、それでもまだ残ってるしな。あ、すぐそこにいる。ステルスでやれねえかな。お、来た。よし。あ、しまった。ここにいた。なんだ。回復も残ってねえし、いや隠れやがった、来るなら来いやあいつ。お、あでもこいつセレスできないのか。まあ、潰せたからいいか。お、来たな。来い。来いよ。そこにいるんだろう。ああ。よし。オッケー。ここ結構暗視だな。あとどうだ。まだいると思うけど。たく最悪。あ、もういない。まあ、いたとしても多分あそこにいたまんまじゃ多分おびき寄せられないから、まだ大丈夫そうだな。あーひどい目にあった。ちょっとこいつらなんか持ってない。まあ、ちょこれは広い。あー全然ロックにドロップもできないか。
ただでさえ武器少なかったのに、アーマー補充して、一回通ってきた道だから多分何も落ちてないよな。ここ引き出し開けてみるか。逆になんか前調べたのに今来て入って調べて何かあったらおかしな話だからな。作業台はあるけど、引き出しあるけど、一回開けたから入ってるわけねえよな。うん、まだいるといいけど。で、どこから行け。あ、ここ飛び越えられるか。行けた。あ、死んでるやついね。嘘でしょ。あの二人いるのか、まだいるの。あ、この矢はあいつがやったのか。あ、レブだ、レブ。入ってくるな。私ちゃんといた。受け入れてくれる。ごめん。お、謝ってくれた。あの子は寝て方で大丈夫？あ、こんなところだから普通に寝返りとか打ったら逆に腕痛める可能性もあるか。動かすよ。おいで。え、何？どこに連れてくるいいから。これで水族館まで行くの？どうする気？死なずに済むかも。まあ道中の感染者片付けてきたから、あ、勝手に移ってくれた、よかった。オーウェン、ねえオーウェン、起きて。どうした。お客さんだ。スカー君、医療キット全部持ってきて。おっとっと、なんでメリーの、いつの間に。レブ下ろして、お願い。どうやってきた。その子たちは命の恩人、手当てしてくれない。平気よ。この子はヤーラ。どうしたの。ハンマーで。私じゃない。寝かせて。子供にもこんな仕打ちするってろくでもない組織だってことは間違いないな、セラファイトは。これはどう。やら、ダメ、消毒してはめ直す。骨が砕けてる。うん、だろうな。コンパートメント症候群。なんだそれ。それどういうこと。切断しなきゃダメってこと。うう、ヤーラは兵士なんだ。腕を切るなんてダメだよ。残せば壊死してしまうの。もう兵士なんかやんなくていいでよ。いいでしょ。何でもいいから痛みを止めて、お願い。何がいるの。理想を言えばノコギリ、縫合紙、監視に抗生物質。でもそんなものここにはない。ナイフはある、火もな。切って焼けばいい。簡単に言うな。それじゃ感染症で死ぬ。リスト書いて、病院に行って必要なものを。丸一日かかる。それでもいい。アビー、あなたが良くてもこの子が持たないの。2時間で病院に行けるとしたら。2時間。ウルフの病院でしょ、西にあるやつ。2時間。橋を作ったんだ、高いとこにね。そうやって洪水とお前らから身を守ってる。高いところ。2時間なら間に合う。
ええ、多分ね。リストちょうだい。待てよ、お前正気か？スカーが使ってる橋だぞ。少人数でしか使わないんだ。少数なら平気。バカはよせ。行こう。お導きをお守りください。こいつらの神のことは信じてんだ。アビ、おい、レイブと一緒に行くのか。何？お前、それ俺の鍵。ごめん。な、ちゃんと話そう。何を？なんでこんなこと。さっきいきなり来たんだよ。あ、そう。昨夜のことは気づかれてない。あ、見る？そんなことどうでもいい。まあ今はね、本当にどうでもいいわ。よくないだろ。うん、今はどうでもいい。開けて。まあアビーはなんかメルがいたこと驚きもしなかったけどね。後悔するなよ。いやもう優柔不断なのよ、オーウェン。で、この二人で行くのか。友達もウルフ。そう。メルがいてラッキーだったよ。シアトル一の外科医だからね。メル。あの男の人の名前は。元カレ？オーウェン。メル。オーウェン。アビー。犬の名前はアリス。自分犬嫌い。そうなんだ。どうやって高い建物に行くの？橋はそこだよ。すぐそこの道を進めばダウンタウン。流れが急なところから出発。そこまで行ったら案内するよ。病院ってノラがいたところか。橋使えば急流を越えられるの？うん。全部。そうだよ。しかもたったの数時間で。嘘じゃないよ。あ、やっと補充できそうだ。もう物資も使ってばっかだったからな、全然補充できなかった。あの建物に行かなきゃ。結構遠くない？ あれね。待って、その前に補充できるもん。見つからなかったらどうなの？まあ、オーウェンが持ってるもので手術するしかない。だけどそれだとまずい。こっちはいけないか。死なないよ。あ、やっぱりあれなんだ。医療品が手に入ればきっとうまくいくはず。この建物はまだ手に入ってないよな。あれでもなんかあんまり物資がそんなにないのかな、これ。入ってない、何も。おお、これでやっていけるかな。なんだこの絵は。うちの犬もカードで遊べるんだ。自分これでも13歳だよ。13歳。身長は8歳児並み。冗談のセンスないって言われるでしょ。まあね。コンパートメント症候群。しかもちっちゃいなこいつ。筋肉が圧迫されすぎて血が組織を引きできなくなる。体の内側にある皮膚みたいなものだよ。これは流されたら死ぬかもしれんやつだな。ジャンプできないか。いけた。ちょっと補充できたけど、
ここは何も入ってないか。なんか物資が枯渇気味になるな。ソイレブついてきてる。あれレブ、あいつ、あ、あ、あそこだ。何してんだよ。あ、てかここか、こっちが行き先か。先行ってたんだこいつ。いつの間に忍者か。いけるかこれ。それいけたー。あー待って、これ届くか。届くちょっと待って、ダメだ、流される、流されちゃう。こっちじゃなかった。ウルフって呼ぶな。名前名乗っただろうが。なんか教えてくれてんだけど。こっちか、こっちの方が行けんな。オッケー、行けたけど、この先、あ、こっちか。レイブのやつ、アビーのこと名前で呼べよ。もう名乗ったんだからさ。このビルのてっぺんまで登ろう。スカイブリッジに来たことあるんだ。四角ボタン押しちゃった。ここスカーたくさんいるの。セラファイト、わかんない。あっても平気でいられる。昨日は平気だった。あいつらはあんたを追いかけてたし、他のやつらも同じ。全然補充できねえ。聞き耳の範囲が広がるっていうのがここの次の項目なんだよな。だからこれ取っておこう。なんかこのさ、アビーとレブの組み合わせ既視感あるんだけど、前作のジョエルとエリーの組み合わせを彷彿させるな。建物には感染者がつきものだと思うんですが、今のところはいないか。ウルフだろうとセラファイトだろうと誰でもいいから、とにかくここに来た人を頼むから俺を助けてくれ。助けてくれるなら顔だって切るし、フェドーラーのクソどもだって撃つし、言われたことは何だってするから。こんなところじゃ死ねない、死にたくない。頼むよ、一生のお願いだ。あいつらに見つかっちまう。見つかって八つ裂きにされちまう。あいつら感染者か。まあちょいちょい物資はあるけど、こんなんじゃ足りないよ。弾がないのよ、弾が。あれどっから出るんだ。そこか。いや。気をつけて。ここ入れるか。ちょっと。あ、まあまあが。でもこんなもんか。もうちょい欲しいな。とりあえず上に登っていけばいいのかな。あ、はしごがあるし、あるけど、他は生きるとこないな。じゃあ登るしかない。屋上か、ここ。屋上来たってことは、今度はセラファイトが いそうな気もするけど。あ、ちょっと待って、危ねえ。落ちるとこだった。ストーレ、よし。あ、怖っ。本当に高所恐怖症なんだな。ねえ、平気？平気だよ。本当に？本当だってば。声震えてるわ。まあ、俺も高いとこ苦手だけど。高いビルが近づいてきた。まあ今目指してるところが、あのノラがいた病院だとしたら、ノラが、あのアビーが水族館にいたことを知ってたことも辻褄が合ってくるな。よいしょ。迂回しないとダメそうだね。
どのくらい逃げ回ってんの？二日。当てはあったの？とにかく遠くに行こうって。ないんだな、では。追われてる本当の理由、話してくれないの？もうした。頭剃ったからって子供を殺すわけ？禁じられてるし、規則を破ったんだ。そんな規則？マジ？なんで剃ったの？わかんない。パンク精神？パンクって？あんた、規則破るの好きなんでしょ？まあ、そうかもね。話の途中だったけど、お隣の女の子へ、僕らサムとジェームス。あ、ジェームスって、なんかちょいちょい、エリー編でなんか名前見たよな。302に住んでる。まだここに、ここに他にも人がいるなんて知らなかった。僕らは誓って怖い人間なんかじゃない。焼きたてのおやつを置いておくよ、サム。コーンブレッドありがとう。母があなたたちにウォッカーのボトルあげるって。良いウォッカーだといいんだけど、なぜあなたたちはみんなと一緒にバスに乗らなかったの？私の名前はジュリア。母はハイディよ、ジュリア。どこでこのウォッカー見つけたんだ？家内の証文だぞ。僕たちは仮設住宅の怖い話を聞いたから残ることにしたんだ。出てった奴らは互いに盗み合いや殺し合いをしているんだって。だったらここにいた方がマシだ。何か必要なものがあったら言ってくれ、サム。本当にありがとう。またコーンブレッドの、元を探してみるわ。おかげでだいぶ風向きが変わった。母の援助を申し出てくれて嬉しかったわ。猫の手も借りたいくらいだから。これから物色に出るけど、夜には戻る。ノックして、ジュリア。裏。スカが屋根で料理しているジェームスを見つけて撃ち殺した。二人を殺したが、一人には逃げられた。ドアの、鍵を開けておくよ。物資は金庫に入ってる。暗証番号は僕たちの部屋番号を入れてから君の部屋番号を入れるんだ。すべて持ってここから逃げてくれ、サム。母を置いてはいけない。ドアにバリケードを築いてやり過ごせるよう祈るわ。あなたの持ち物はまだ金庫に入ってる。私は銃を下手くそだし、あいつらが入ってきたらおとなしく手を挙げるわ、ジュリア。金庫。この部屋番号と隣の部屋番号ってことか。金庫どこだ？バッとあるけど今の武器でいいか。あ、閉めちゃった。なんでこれどっちからもこうやって開けれんのよ。金庫どこだ？あった。ここが何号室だ？あれ302号室だっけ。ここ、さっきのメモによると。で、隣の部屋、あ、これなんか書いてないかな。部屋番号書いてないな。302号室と301号室か。で、これ、あ、番号書いてるわけじゃないか。部屋番の見取り図みたいなのあったらいいんだけど。あ、隣ってこっちか。だとしたら304か。あれ、どっち先だっけ。302を先に入れてから隣の番号ってことは、302、304って開くのかな。302、304。お、ビンゴ。よし、開いた。よし、助かった。これで多少はマシになったのでは。あ、こんなもんか。え、下は、おっとっとっと、下はダメだ、上だ。
に物資はないのかな。だいぶ補充できたけども、もうちょい欲しいとこだな。お、それいつ頃から使ってるの？この弓ずっと前。いい腕してる。ヤラの方がうまいよ。そうなんだ。それだけにもうあの腕じゃ何もできないだろうな。まあさっき前作のあのジョエルとエリーに似てるっていう話をしたけども、レブは最初から戦えるからな。前作だとエリーは最初戦えなかったからね。こっちにしか行けないか。うっと、わっ、マジかよ。いやどうしよう、窓ガラスがな邪魔くせえ。一回壊さないといけないじゃん。どうする、ぶち破る銃でそのまんま。うわっ、こんな、いや巻き込まれた、こんな、うわー、最悪最悪なやつが来た。ちょっと待て、あー、窓ガラスがクソ邪魔。逃げろ、ついてきて早く。間に合わない。そう、うわ、いやーちょっとこれ窓ガラスクソじゃな、マジで。いやこれのせいでさ、レンガでおびき寄せるって方法が使えないんだよ。あ、まあ一応上空いてるけど、いやどうしよう。そっかな、もう。しぶといのよこいつ。うわ、よそがおって、一回逃げてさ。あれやった、まさかやってないよな。あ、やった、うん、なんかものすごい力技で仕留めちゃったけど。何人のセラファイトを殺したの？数えてねえよそんな。なんで？なんとなく覚えてない。そんな数え切れるほどの数じゃねえよ。いちいち数えてられっかそんなもん。よし、進むか。登って、で、ここ降りていいのかな？こっちは行けそうにないな。ここは流れが急だし、頼むから慎重に行ってよ。何度もやったことあるよ。ちゃんと来てる。お前先に行くんかい。よし、それ。あ、作業台か。その前に部品があったからちょっと回収できねえかな他に。おっと、死体があった。どちら様？ひどい、それ誰？知らない。エリーが交換してくれるもの？小麦粉、タバコ、塩、缶詰の果物、歯磨き粉、タンポン、ナプキン、香辛料。スカーもそうでしょ。スカーって呼び方やめてよ。わかった。じゃあお前はアビーって呼べよ。
品ある。ここもなんかあったね。今ここにある部品で作業台使えってことかな。よし、なんか強化できるかな今ので。お、結構集まったな。どうしよう、どれがいいかな。あ、どれでもいいっちゃいいんだよな。どれ強化しても別に損はないし。単純に攻撃力アップには魅力を感じてしまうな。まあ部品今80も使っちゃったけど。よし、まあ何でもいいから強化できればそれだけで戦力アップよ。で、あ、上に登るわけじゃなくて外に行けんのか。いいよ。方向感覚わかんなくなるな。いいよ。次はここの建物か。ここで合ってる。うん。ここから隣の建物に行けるはず。これは何の部屋だ。医療関係か。この下は一応戻ってよ。これそうだな。なんだこの施設、飲食店にしてはなんか上の階は何なんだろうな。猫だ。猫、猫なんかいる。猫が踊ってる。あ、これか。昔の人たちって変なの。で、こここから一応外には出れるけど、ここはなんか もともとさっきまで行った建物か。あっち側って、じゃあ上にもう一回登り直すか。よし、回収漏れ。こうか。あと登るのか。階段じゃないのかよ。待て、レブ待て。こっちにも何かあるかもしれないだろう。持てない。あ、ここも一応、あ、出れない。もしかして出てもしょうがねえか。おいおいおい、ちょっと何なの。いや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 、ちょっと待って。あんな苦手だって分かってるよね。無理無理無理。回避すればそんなに嫌なら。すっごく嫌。なんだあいつ。
ここもここでなんかもう崩れたりしないだろうな。行くしかねえよ。よし。嘘でしょ。どうなってんだここの建物。でこうか。崩れないだろうなこれ本当に。あそこから来たから別に向こう側に行けるわけじゃないよな。よいしょ。こんなんばっかだな。着いたよ。着いた。おい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 。どんだけ上まで行くの。心配ないってば。なんだよこの道。かなり上。わわわわわ。リアルでは絶対来たくないな、こんなところ。いや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 。だろうね。こっちから行けばいいんだろう。物資あるかもしれないし、こっちから行くよ。まあ、ろくなもんなさそうだ。なんかあった。伝達せよ、長老たちがウルフとの休戦に賛同した。彼らが我の島に干渉することはなくなり、領土外でセラファイトと相まみえても攻撃を仕掛けてくることはなくなるだろう。この平和を維持するため、みんなで力を合わせるのだ。我らの目指す道は変わらない。あくまでも目的達成のため、別の手段を取るに過ぎるのだから。まあ物資は何もなかったな。デブここまあ子供だから体重軽いから可能なのかな。見落としてたなんてね。ウルフは上見ないし。ほう。どういう意味。どんなにウルフが強くたって仲間が必ず抜け道を見つける。殺されそうになったってのにまだ仲間って言うわけ。でもここさ、セラファイトが作った場所だから、セラファイトに奴らがいるんじゃないの。ほら、食らったぞ今レイブ。行ったそばから来やがった。そんな行ったそばから来なくていいのよ。やーべ、どうしよう。バレちゃってるから。リリー。はじけろ。なんか効果なかったかな今。あ、来るんだったら。あーでもちょっと場所悪いな。ちょっと他のやつらが、ちょっと邪魔だレイブ。おいお前そんなとこに登るな。あとは、あそこか。待って、あとはあといないか。大丈夫。終わった、うん。意外と少なかったな。見せてみて。平気だってば。撃たれたよな。13歳ってことは、自分が何て呼ばれてたか聞いてたでしょ。うん、リリー。なんでかって聞かないの。あんたは聞いてほしいわけ。うん、そっか。レイブも13歳ってことは、前作のエリーと
ほぼ変わんないね。前作のエリーが14歳だったから。なんかそういうのがちょっと前作のオマージュっぽさをあえて作ってるのかな。ジョエルに復讐したアビーがそうなるなんてなんか皮肉な感じするな。で、なんか上目指せばいいのか、ここ。まあ今のところなんかそんなに武器使わずに倒せてこれてんな。今もステルスで2人ぐらい倒したし。あれをステルスと言っていいのかわからんけど首絞めでね。あ、でひたすら上に行けばいいか。まだこの上にいるんじゃないの。おっと、すごい。これがセラファイトが崇める神か。スカーが作ったの？セラファイト。ああごめん、セラファイトね。かなりナイス。ナイス？何それ。いいねって意味。お守りください。あの英語わかんないのか。預言者はこうなること分かってやってたのかな。あのお方は不思議な力を使ってたくさんの人を助けたんだよ。トラックを爆破して兵士を殺したの。どこが不思議。あのお方の本は読んだことある？少しだけね。あるんかい。多くを学べる。あ、そう。お、結構あるな。で、はしごがそこにあるのか。これも作業台か。何してるの？ちょっと待ってて。あ、いけるな、一応。リロード速度上げるか。あ、でもガビーも、修羅の道に染まったかと思ったら、意外となんか、こういうフランクに喋ったりもするんだな。あ、まあでも、アビーの場合あれか。もう復讐自体は達成したからな。ジョエルに対して。ここは一応、なんていうか、目が覚めたというか、まだジョエルが生きてるようだったら、復讐に囚われた感じになってるのかもしれないけれども、まあ、復讐に囚われてるのが、逆に今、エリーの方だからね。私が先行く。外に出たな、屋上か、これ。こんだけなんか補充今まであの直前できたってことは、ほら、息子さんのことは気の毒だったな。あの子は今預言者様と共に勇気ある死だ。誇りに思え。やれねえか。あ、見つかっちゃう。長老から新たな子を賜った。光栄なことだな。会話してる間はほっといた方がいいか。まだ心の準備ができていない。あっちにも一人か。うまくいくだろうさ。ああ、なんかあっちもいるな。あ、よし。ああ、でも一発じゃ仕留めらんない。掟破りがいるぞ、ウルフモだ。バレちゃった。これはきついな。どうしよう。場所悪い。ああ、一人来ちゃった。ひるんでる間に。あれ？あ、危ねえ。え？撃たれた。え、どこ？場所が分かりづらい。あそこか。いやー、なんかいい。あー、なんか一人来ちゃった。
ピッケルすぎる。やばい、なんか来ちゃう来ちゃう。え、なんかどっから、あ、上にいるのか。右に。いやー、防がれる。あああああ、ダメだ。上にいるやつか。どこだ、こんなにいるのかよ、マジか。やばい、回復がもう全然追いつかない。いやー、多すぎだろってマジで無理。あー、そこにもいる。外した。レブがやってくれた。こっち。あー、でも身を隠すにはいいかもしんない。ここだったら変なところからやれないだろう。よし、屋上、見当違いのところを見ようとしてるな。でもやるには上、こっちも上に登らないといけないな。あ、え、あっちなの結局。待って、どっから上に登ればいいんだ。行くよ。どこだ、どっから登ればいいの。あ、これ登れるか、そもそも。一人いる。さあ、燃やせねえかな。あ、違う違う、これじゃねえ、俺がスカウトしたの。いや、違う違う違う、これじゃない、これじゃないってば。あれ、なんか違う、俺がやるとしてることじゃない、これ。レブがやってくれちゃう。あ、下に行った、あいつ。レイブ、お前どういうルートで上に上がってきた今。もう一人だけか。てか
ほっといていいかもな、もしかしたら。まあでも物資の補給とか考えたら、あ、そっか、あ、上がってきた。ちょっと瓶使って、あ、しまった。お導きください。よし、なんか思ってた方法と違ったけど。よし、もういないか。スカーのクズども、じゃなくてセラファイト、あのクズどもぶっ殺してやろう。セラファイトも罵ったりするんだ。うん、初めて行くんだ。初めてかよ、本当か。あー、結構しんどかった。ここか。あ、さっきの最後の一人はほっといてもよかったかもしんないけど。お、補充できた。あ、こういうふうにするってことは別に敵全部倒せなくてもよかったんだな。次はどっち行くの？ああ、また上でしょ。うん、まだ上行くの？どんだけ高いんだよこのビル。あ、今サプリ補充できたからなんかいけないか。あ、全然足りねえわ。思ったよりもなかった。あ、回復一個作れる。エレベーターなんかあんの？ねえ、扉下ろして。こういうタイプのエレベーターか。ねえ、いいこと教えてあげようか。知ってるよ、恐怖。いい部分だけ考える。いい部分。そう、早く走れるようになる。集中力も上がる。やば。痛みも弱まるでしょ。寒そうにしてるし。嫌な予感がする。深い場所だから寒いってのもあるのかな。ドキドキするうち強くなってることの証拠だよ。全然話頭に入ってなさそう。体がこれから起こることに備えてるって思う。弱き時こそ誠の力を見出せる。めちゃくちゃビビってんじゃん。でもジョエルを殺した復讐鬼やアビーには見えねえな。そう、ふん。電気とか罪深い昔の世界のものは禁じられてんでしょ。でも例外もあるんだ、特に兵士ならね。都合いい。伝達せよ、休戦協定は破られた。奴らが我らの仲間を襲ったのだ。今こそ我らの力を示す時。屈強な戦士たちを少数集め、奴らの 領土奥深くを目指せ。遭難したウルフは全て獲物と思うのだ。我らの意思を伝えるため年齢制限は撤廃する。だからヤーラとレブみたいなの預言者のお告げで殺されそうになった。子供もいるのか。まだ信じてんの？あのお方のせいじゃないよ。本で暴力は進めてなかったし、みんなにそう言ってやれば。人を吊るし始めたのはあのお方が亡くなってから。あのお方の言葉を誤解してるの。本読んでみて。わかった。じゃあなんか組織を間違った感じで牛耳ってる感じなのか、今の指導者は。まあ宗教全部が悪いもんでもないと思うけれども、まあなんかどうしてもなんかね、カルト集団って言うと悪いイメージが先行してしまうけれども、
まあ、その教えで救われてる人もいっぱいいるんだと思うけどね。風が強いね。あ、なんか風が強いせいでなんかちょっと動きが鈍いのか、なんかいつもより動きがおぼつかないんだよ。冗談でしょ。これが橋だよ。レブついてきて。やば、ゆっくりね。私には無理だってば。見た目ほど怖くないから。こんな顔である。レブも大人になったらそんな身軽ではいられないだろう。バランスこれもしかしてまだ序の口だったりする。みんなよくここ渡るの。ああ嘘ばっかり。嘘じゃない。まあみんなってわけじゃないけどさ。いやいやいや、おいおいおい、ふざけんなよマジで。とにかく下は見ないで。何が橋を作っただよ。作ったと言わねえんだよこんなもん。こっちか。おお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 い、や、いやいやもう。ねえ平気？まこと待ってるとこ。作ったんじゃなくて。ナイスね。元からあったものが崩れたんだろこれ。別に。こんなもんどうやって作るんだよ最初から。いい加減しろよこれ。何かあったの？ちょっと今その話？だって気まずそうだったし。元彼なんだよ。友達じゃねえ元彼だ。助かった。いやまあ今となってはセフレかな下手したら。やった。行こう。終わった？ちょっとゆっくり感動させてくれない？後にして。こっちは。いいから抱きしめさせて。え？すぐに抱きしめたくなくなると思うよ。なんで？なんで？こっち登ったの意味ねえか。あ、なんか行けちゃいそうだけど。行けちゃいそうだけど。私何してんの？おお、武士があった。来た意味はあった一応。いや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 。なんかここだけちょっと現実離れしてんのよ。基本的にラスラスってなんかすごくリアルで現実に忠実なところが売りだと思うんだけど、ちょっとなんかギャグに入ってんだよな。エブ、あんた正気？大丈夫だよ。マジか。最悪。なんだあいつ。ちょっと待ってよ。ちょっとめっちゃふらついてんだけど。やばい。アビーがどんどんキャラ崩壊していく。あんたなんで怖くないの？預言者のうんちくはなし。高いとこは全然怖くない。じゃあ何が？海。しかもこれ斜めってんのよ。犬も。マジで無理。おお、下が見えてしまった。これ登るのさらに。いや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 、おかしいだろ。いや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 。ねえ見て、病院が見えたよ。無理、ありえない。僕を見て。レブ、私には無理だってば。無理じゃない。無理しかねえな。大丈夫、誠の力だよ。いい。てか今さ、アビー自ら飛び上がっただろ。俺スティック前に倒してただけなのにさ、わざとじゃねえのよ今の。なんで飛び上がったの今。これでいいか、いけるか。あともう少し。絶対いける。なんで、なんで、なんなの。わざとやんなかった？俺はわざとやってねえぞ。
下りたくないからこれあれか、右に偏ってんのかな。だからなんか左にね、気持ち多少倒した方がなんかいいような気がする。まっすぐ倒してもなんかダメなんだよな。いや、そんな掴み方しても、この先掴むとこないんだぞ。ほら。行こう。クラクラする。ちょっと。これこういう展開になるのね。待って。あ、水でよかった。あっぶねえな。てかもうガラスがあったからちょっとヒヤッとして。前作のジョエルを思い出した。とりあえず助かったな。平気。ちょっと待って、お願い。分かった。あ、とりあえず一安心か。でも病院はもう本当にすぐそこみたいなこと言ってたよね。オッケー、行こう。ガラスの破片が刺さったりでもしてないな。で、で次は分かんない。分かんない？どういうこと？ここで会ってるんだけど、来るのは初めてなんだ。橋を進めば建物の裏に行けたけど、ここは来たことない。だったら自分たちで道探すしかないね。そういうことか。登っていくのかな、これ。登っていくのか、それとも、まあ、この建物そのものではないから、建物から出て病院目指すって感じになるのかな。とりあえずはどうしようかな。あ、ここか、行き先は。あ、まあ一段落したから今回のパートはここまでにしましょうか。いやいやいや、あの橋作ったっていうのはなんかもう嘘っぱちだと思うんですけどね、レイブ君。嘘いけませんよ。うん、ということでまた次回よろしくお願いします。ありがとうございました。